第15節リバプール対サンダーランドの一戦、ゲームが終わりました。改めてハイライトで振り返ります。まずこれが前半の16分、ジョルディ・ゴメスのミドルシュート。そして23分、ララーナがここから切り返して折り返したボールにランバート、まあ、こううまく抜けたんですけど 100% ヘディングさせてないですよね、押しでもね。25分、ヘンダーソンからボールを受けたコーチーニョ、カットインして右足のシュートでした、うん、サンダーランドもこういうところ1対2ですから、もう少しうまく追い込んで奪えるまでいけるといいですよね。前半のこれアディショナルタイムです、コーナーキックから最後ブラウンのヘディングシュートありました。これ惜しかったですね。本当おっしゃる通りこれは惜しかったですね。前半スコアレスで折り返して後半これ53分のシーンです。コーナーキック、シクルテルのクリアが流れたところにウィッカム、こういうクリアの小さいボールを拾われて失点というのはね、やっぱり怖いですよね。55分、ウィッカムが左サイドから右足を振り抜きます。ただやっぱりサンダーランドの中でこのウィッカムは存在感ありますね、63分、スターリングがつないでルーカスのシュート。77分です。スターリングドリブルでセンターを突破していきます。ラストパスを受けたコウチーニョ、うまく中抜けてサイドをうまくつきましたけど、キーパーの正面だったですね。もうあそこシュートの質がうまく起点となって、これは81分、ジョルディ・ゴメスのミドルシュート、アウトにかけた、まあ、いいシュートでした。